ゼナです。迷宮は恐ろしい場所です。朝方に挨拶をした相手とその日のうちに冷たくなって再会することも稀ではありません。それでも人は富と名声と強さを求めて今日も迷宮に足を踏み入れるのです。迷宮都市セリビーラに来るのも久々だな。西方諸国にいるはずの俺がこの辺りで目撃されると色々と面倒だし、御用商人のアキンドーに変装しておこう。屋敷には七姉妹の三女トリアと末っ子のユイットの二人がいるようだ。長女のアディーン以外にはアキンドーとサトゥーが同一人物だと教えてないし、うっかりいつもの呼び方にならないように注意しないとね。あとは声か。アキンドーはこんな声だったはず。よし、行こう。ユイットはアキンドーの接近を確認したと告げます。こんにちは、ユイットさん、トリアさん。トリアはアキンドーの来訪を歓迎すると告げます。ありがとうございます、トリアさん。今日のお土産は何ですかと問います。トリアも興味があります。ペンドラゴン子爵様からお預かりした西方諸国の装飾品です。他の皆さんの分もありますから後で分けてあげてください。イエス、アキンドー。ユイットはオーダーを完遂すると確約します。トリアも手伝います。あら、アキンドー。これはこれはカリナ様、ご無沙汰しております。ユイットはカリナの帰還とゼナの来訪を歓迎すると告げます。ただいま、ユイットちゃん。こんにちは、アキンドーさん。先日はありがとうございました。いえいえ、お役に立てて何よりです。先日？はい、飛行魔法の練習でお世話になったんです。まあそうでしたの。ご苦労様、アキンド。もったいないお言葉、痛み入ります。それで今日は何を？本日は子爵様からの手紙とお土産をお持ちしました。サトゥから？ゼナさんにも預かっていますよ。本当ですか？アキンド、こっちの封書は何ですかと問います。それはユイットさんたちご姉妹へのご依頼書です。ユイットは依頼書は受諾と告げます。トリアも興味があります。依頼書ですの？迷宮素材の収集依頼だとトリアは開示します。ユイットは依頼を果たしてマスターに褒めてもらうのだと告げます。サトゥーさんに？だったら私もお手伝いします。風魔法は探索向きですから。修行の成果を示すいい機会です。もちろん私も行きますわよ。イエス、4人で行こうと告げます。4人だけで行かれるのですか？イエス、アキンド、知っている場所だと告げます。でしたら私も同伴させてください。今回の素材は珍しいものが多いですから、どんな品か知っているものがいた方がいいでしょう。でも危ないですよ。ゼナの言う通りですわ。迷宮は危険な場所でしてよ。はい、存じております。商人は荒ごとに巻き込まれることもしばしばですので、身を守る術は心得ております。魔物を倒す戦力に期待されると困りますが。アキンドーはユイットが守ってあげると宣言します。だからユイットのそばを離れないようにと厳命します。ありがとうございます、ユイットさん。頼りにさせていただきますね。イエス、アキンドー。では参りましょうか。カリナ殿、慣れた迷宮港とはいえ装備を整えてから出発するべきだ。そうでしたわ、ラカさんの言う通りです。皆さん、お屋敷で着替えてから出発いたしましょう。イエス、カリナ。迷宮の中を僧侶に乗って移動するとは思いませんでした。イエス、アキンド、ユイットの自慢の友達だと告げます。前方にトラップ発見、トリアは先行して解除します。さすがトリアですわね。全く気づきませんでしたわ。カリナ様、風魔法で魔物の接近を探知しました。トリアちゃんの上の方にある通気口からです。わかりましたわ、行きますわよ、ラカさん。うん、足場を作るのは任せる。カリナキック。
さすがはカリナ城。ラカの作る足場を駆け上がって穴から顔を出した魔物を一瞬で蹴り倒した。トリアはトラップを解除完了。カリナの援護に感謝と告げます。これくらい何でもありませんわ。おっと危ない。大丈夫ですか？この辺りは滑りやすいですから注意が必要ですね。ありがとう、アキンド。助かりましたわ。さすがはサトゥーさんの御用商人さんですね。サトゥーさんみたいに身軽でした。焦ってついアキンドだったのを忘れていたよ。おや？あれは目的地の明かりではありませんか？イエス、アキンド。ユイットたちはメイン採取場所に到着したと告げます。綺麗な場所ですね。壁や花園がキラキラしています。本当にきらびやかですわね。あれは何が光っているのかしら？おそらくは天井の光源から降り注ぐ光を反射しているのだろう。採取データを精査。目的の採取物は花畑に生息する魔鉱花の花びら。奥の川向こうにある壁面の水晶光柱の外郭、川の浅瀬に生息する宝石貝の殻、各種翡翠と光玉は必須とオーダーされていると告げます。トリア、2枚目があると指摘します。指摘感謝。トリアは2枚目を精査しま。ん？どうしたんですか？何か難しい字でもあったのかしら？マスターのオーダーは難易度が高いと告げます。回りくどい言い方は情報伝達に齟齬が生じると指摘します。イエス、ユイット。訂正します。マスターのオーダーは川の下流にいるエリアマスターの眷属であるジュエルハーミットクラブの宝石閣のてっぺんにある高密片という突起を採取してほしいと書かれてあると告げます。エリアマスターの眷属は強敵だと告げます。腕が鳴りますわ。カリナ様、さすがに4人では危ないですよ。ゼナ殿の言う通りだ。蛮勇は慎むべきだぞ、カリナ殿。トリアも準備不足だと思います。そうですわね。挑むときは準備万端で挑むとしましょう。それだとマスターのオーダーを果たすのに時間がかかりすぎると抗議します。大丈夫ですよ、ユイットさん。子爵様のご依頼は高密炎の採取です。眷属の討伐ではありません。今の皆さんなら慎重に挑めば採取できるはずです。イエス、アキンド。トリアもそう指摘しようと思っていました。さすがは三女だとトリアを称賛します。称賛を受け入れると告げます。トリアは褒められて育つ子です。本当かしら？いいじゃないですか、楽しそうです。それでは採取を始めましょう。種類が多いから手分けした方がいいかしら？そうですね。私は風魔法が使えますし、壁面の水晶光柱を採取します。一人だと危ないですわ。私も一緒に参ります。ありがとうございます、カリナ様。トリアは魔鉱花の花びらを集めると宣言します。ユイットもお花集めが良かったと告げます。では魔鉱花は二人に任せて、私は宝石貝の殻を集めることにいたしましょう。ユイットは貝拾いも好きだと告げます。トリアは三人で両方やるのがいいと思います。イエス、トリア。ユイットもそう提案しようと思っていましたと告げます。仲良し姉妹だ。チェンジ、採取フォームと告げます。僧侶たちは魔物が見えたら教えてほしいと告げます。お花、お花、どれもとっても綺麗だと告げます。イエス、トリア。香りもとっても良いと報告します。ここは蝶の魔物がいるようですね。ユイット、魔法の矢で迎撃します。技術回路アクティベートと告げます。イエス、トリア。戦闘人形モード、対空フォームと宣言します。残敵ゼロ、採取を再開すると告げます。トリアさん、これだけあれば花は十分なので、そろそろ宝石貝を採取しましょう。イエス、アキンド。フライ。
ゼナが飛んだと告げます。とっても早いです。トリアも飛んでみたいです。ゼナ、もう少し右ですわ。ああ、行き過ぎました。少し戻ってください。飛行魔法は低速でのホバリングが苦手のようだ。もう少し。ゼナが崖に接触したと告げます。エマージェンシー、ゼナが落下したと告げます。ヘブロマジョー、レジストコール。ゼナさんが落下速度を軽減する魔法を使った。でもあの高さじゃ速度を殺しきれない。ゼナさん、セーフ。ナイスキャッチと告げます。ありがとうございます、カリナ様。おかげで助かりました。間に合ってよかったですわ。あら、アキンドウ。アキンドウさんも駆けつけてくれたんですね。ありがとうございます。ご無事で何よりです。だが飛行魔法での採取が難しいとなると、水晶甲虫の採取は難しそうだな。大丈夫ですわ、ラカさん。三段ジャンプで届いてみせますわ。カリナ殿のジャンプ力でも少し無理がある。かなり高いですからね。下流の亀裂から眷属が現れたと報告します。見た目は宝石を乗せたヤドカリだけど、思ったより大きい。早くここを離れましょう。それが良さそうですわ。トリアも賛成です。そう、竜、みんなスタコラさっさだと告げます。速度が段違いだ。このままではすぐに追いつかれるぞ。もしかしてトリアさんですか？イエス、アキンド。こんなこともあろうかと下流にトラップを仕込んでおいたと告げます。トリアはトラップマスターなのだと自慢します。えっへん。トリアは褒められて成長するのですと告げます。あやつは目を回しているようだ。カリナ殿、今が眷属から高密兵を採取する好機ではないか？そうですわ、ラカさん。私行ってまいりますわ。カリナ様。そう、ユイットたちも行きますよと告げます。今ならヤドカリの殻を駆け上がって岩壁の水晶甲虫を採取できると告げます。トリアも手伝うと告げます。ゼナさんも行かれますか？いえ、皆さんが滑落した時に備えてエアクッションの準備をしておきます。それはいいですね。では私は眷属が目覚める予兆がないか監視しておきましょう。水晶甲虫をゲットしたと告げます。トリアもたくさんゲットしました。あっちは大丈夫？カリナ城はとっても硬いですわ。カリナ殿、素手では無理だ。サドゥー殿から預かった短剣を使うといい。はい、ラカさん、これならいけそうですわ。うん、時間の問題のようだ。眷属の方はまずいな。ゼナさん、眷属が目覚めそうです。え、大変。カリナ様、注意してください。あ、聞こえていないようですね。なら、ウィスパーの魔法を。ゼナさん、エアハンマーを眷属の眉間にぶつけてください。え、下級魔法なんて。いえ、ヘアマジドーヒー長浮きしのろちーたくしていたようです。ヌーダロテルリ。よかった、信じてくれたようだ。ヤドカリが動き出したと告げます。トリアは急いで離脱します。カリナ殿、我らも。滑り落ちそうですわ。エアハンマー。よし、エアハンマーを警戒した眷属が殻の中に引っ込んだ。皆さん、今のうちです。イエス、アキンド。カリナ殿。わかりましたわ、ラカさん。はあ、うまくいきましたね。ええ、私たちも総流に乗って脱出を。はい。ヤドカリが追いかけ始めたと告げます。大変ですわ、どうしましょう。
ご安心ください、カリナ様ね、トリアさん。イエス、アキンド、天丼はトラップマスターのお約束だと告げます。見てください、眷属の追跡が止まりました。では今のうちに脱出しましょう。イエス、アキンド。任務は大成功ですね。はい、カリナ様。こっちはこれで収集完了。ポチたちはうまくやってるかな。